だった時ってあるんですか？どん底結構、結構ね、あるかもしれない。うん、どんな時にそういうことを感じますか？あのね、一番最初はなんか高校生ぐらいの時にもう未来が見えないみたいな、そういう時が。最近だとあのコロナの時に愛犬が死んじゃって、その時はすごい落ち込んだんだけど、でもその時はこれは時間が絶対解決してくれるんだろうなって、ちょっと大人になって俯瞰で自分を見ることができた。それは子どもの時っていうか10代の時はそれができなかったから、今考えるときつかったのかなみたいな。やっぱ時間が解決してくれるってありますよね。もうこれきっと今だけだなみたいなのが、どっかの自分で分かってるから、でもやっぱ辛い時は辛い、ね。そうですね、辛い。先生はありますか？どん底だなぁ。まあ、こういうその能力を開花するにあたって本当に敏感になっちゃったんですね。だからこう今はスイッチの切り替えがうまくなったので大丈夫になったんですけど、こう顔を見るとブワッとその人の思いが伝わってきたりとか、その人が作ったものを料理でこう作った時の思いとかが入ったり、食べ物からも入ったりきついですよね。そうなんですよ。だから、有名な料理屋さんに行って、洋食屋さんに行った時にコロッケがすごい有名なところだったんで楽しみにしてたんです、そしたらすっごいこうお腹の中で俺のコロッケを食えみたいな、そんな こだわり派の思いがあって、強いんだ。その念が強くって、それがこう体の中で暴れてるみたいなって、逆に普通の人だったら美味しくいただけるところを念を感じすぎて上ってなるんですね。大変ですね。そうですね、その時大変だった。でもそれぐらいの思いで作ってるコロッケ気になりますね、普通に。そうですね。じゃあ逆に工場とかに作られた、工場の方が、工場の方がなんかね、機械みたいな感じになる。あ、それはそれでちょっとダメなんだ。そんだから綺麗な思いが一番、やっぱり人の愛情が料理には大切って言ったのその時すごい体感したから勉強でしたね。じゃあ、身内が作ってもらったご飯が一番美味しい。食べ物からも、食べ物からも疲れちゃうのは大変ですよね。それが。あと牛さんの悲しみみたいな、牛さんの悲しみ、牛さん泣いてるのが見えちゃって、お肉が入って。そうなんです。だから食べ物も本当にこう感謝しなきゃなみたいな。じゃあ伊勢海老の踊り食いなんか絶対嫌ですよね、先生。そういうのとか踊り食いって、踊り食いその瞬間ってなるからね。なんでそれ思いついたのか。なんかたまにあるじゃないですか、生きてるやつをこう食べるやつとか。逆に気になります。どうですか、伊勢海老の踊り食い。伊勢海老はそうですね、生きてるんだ。その思念に一応ランクみたいなのがあって、人間に近いほどその思考みたいな体験に近く、それが伝わるのが、まあ、牛までかな、豚からはギリセーフ。豚はセーフなんだ。豚、鶏、魚、海鮮はまだあんまり感情がないですよね。感情がないんだ。私ですけどね、面白い。牛、馬とかですか？馬はきついですね。馬は頭いいんです、はい、馬刺しとか食べる。馬刺し多分その時食べたら入ってたかもしれないです、今は大丈夫ですけどね。クジラ、イルカなんかも、クジラ、イルカもそうですね、嫌ですよね、はい、そこから人間になるような魂もいたりとかっていう動物はちょっときつい人も多いと思いますね、中に。先生大変ですね。食べ物からでも大変ですね。生きていくのね、コロッケでやられるとはね。そうですよね。その時は本当にこう人の思いとかエネルギーって大事なんだなっていうのをもう体感したんで、料理は愛情が本当に身に染みました。もうそれはどん底ですね。どん底だな、勉強でした。じゃあなんか、手縫いのセーターとか、そう、おっしゃる通りありますよ。服も作った方の思いが綺麗ならいいけど、ちょっとやっぱりこう私の方を向いてみたいなのだったら、こう掴まれたような感じになるんじゃないかな。それはきっとお会いした時とかに、なんとなくこの人ちょっと怖いなっ
って思う時とか、なんかこの人って高圧的だなってみんなどっかしら感じてるはずなんです、はい、まあ、それを敏感に分かるかどうかっていうだけの話なので、はい、その服も同じようなことだと思いますね、うん、はい、ありがとうございます、うん、なるほど、うん、あのマイさんは誹謗中傷があった相手と対話をしたりしたって聞いたんですよ。2人お会いした、次男でお会いしたことあります。直接会ったんですか？直接会いました。どうやって会ったんですか？あの弁護士さん通して直接謝罪とお話しするっていうので会って、まあ、1人目はある意味身近みたいな人だったんですけど、2人目は全く知らない人で、会った瞬間、こんな顔ちっちゃいんですかとか言われたりして、何なんだろうなと思って。すごい。それはなんか SNS でなんか SNS 一つはツイッターのアカウントで、うん、もう一つは掲示板であったんですけど、うん、まあ、ツイッターの方はある意味身近な人で、うん、まあでもまあ示談になって、掲示板の方は全く知らない人で、誰かのファンで私のことを経由で嫌いになったみたいな感じで、その時に、あ、なんか本当にネットとかの切り抜きのニュースとかで嫌いになったり、あのフェイクニュースで嫌いになったりすることってこんなにあって、そこもすごいなと思って。でもその相手も生活保護を受けていて、離婚したばっかりでっていう感じの人で、あ、なんかいろいろ逆に責めるよりも切なくなっちゃいました、うん、でもよく会おうと思いましたね。それは楽しみですよ。楽しみ。自分のことを袋叩きしてる中身の人に会えるなんて、それはすごい勇気っていうか、ね、強いというか、そう、変わってるのかもしれないね。でも性格的にそのぐいぐい行くのはあるんで、ある意味そこが不正、お父さん的にこう行けちゃう人でもある。ぐいぐい行っちゃいますね、うん、でもそれはそれで解決したってこと？あ、解決しました、うん、あったらあとでその変な人じゃなくて、うん、いや変な人でした。変か、変だよな。でも私も変なんで一緒のこと言えないんですけど、いやいやいや、でも私も変ですから。でも今社会問題になってますもんね、その SNS の、うん、それってでも書く人のなんか幸福度がやっぱ低いから。あ、でもそれはすごくあると思います。2人とも共通してたのは、1人は大変な時期だったっていうことで、うん、もう1人も、まあ、見るからに生活保護で離婚しててっていうのでストレスが溜まってたので、うん、幸福感はなかったとは思います、うん、いや今すごい問題になってるじゃないですか。だからそれの裏には、うん、一人一人なんかちょっと幸せじゃない人が増えてるから、こんなみんな文句言うのかなって思ったんですけど、その矢先が SNS になってるっていうのもあるかもしれないですね、うん、昔に比べて、その被害を受けた人たちはたまったもんじゃないじゃないですか。そうですね、ね、どうしたらいいんでしょうね、うん、ね、先生ね、2012年頃から本当に大変な時代で、今マリア様です。はい、地球自体が、少し壮大なお話とはなりますが、地球自体が大変だったんです。人の苦しみの感情をエネルギーとして存在していた存在というのがおりました。それが皆様を不幸な方向に進めたい方たちという表現をさせていただきますが、だんだんと今は消えつつありますし、2017年18年の時に光と闇の戦いというのが分かりやすく言うとありまして、それが終了して2020年の8月の3日に新しいシステムが稼働し始めたんですね。それで2023年の8月の3日に宇宙全体と地球全体の新しいシステム、新システムというのが出来上がりました。そうすることで人々がだんだんと喜びの感情、幸せの感情、また心よいと書くんですけど、わかります？こういう立身で、はいはい、解放とかね、心よいですっていう感情しか使えないようなシステムというのが浸透したんです。なのでこれまでは本当に逆に皆さんが苦しいってさせられるような場所だったんです、地球は、はい、でそのシステムを作り上げて、そして
それを援助してくださる方々が二の世界っていうのができたんだけどって今ごめんなさいちょっと一瞬本人に変わりますけど二っていう数字の二ですね。そこでは新しいシステムで感情が統制されているから心よいしかないの。そのエネルギーを本当はみんなに配って回りたいんだ。で人は頭で分かっていると僕たちもアクセスをしやすいから、そのキーワードだけ知っててほしいの。新システムと2の世界、これが分かっていると心よい感情だけで僕たちは生きられてるから、その気持ちをいっぱいもらえるし、それでみんながワクワク幸福感が上がるような仕組みができたの。今まではごめんねなかった。だから苦しいと思う。みんなが責め合ってたでしょ、みんなが苦しかったでしょ、その方が嬉しい人が実はいたんだよ。だからこれからは楽になるよだんだんね。心よいっていうシステムがしばらく続くんです。ずっと続く。あ、よかった。その人次第だけど。よかったですね。なんか幸福であれば、そこのシステムにつながれる。だって書いてる人も書かれてる人も不幸せになっちゃうから、それはいいですよね。そうなんだ。そうなんだ。しかも俯瞰で見ると幼稚な感じの、本当幼稚ですね。子供の喧嘩みたいなね、なんかそれに振り回されてる人がいっぱいいてね、もったいないですよね。ね、鑑定の時とかに見ると、その苦しいとかっていう時はこの辺にこうモヤモヤとこう灰色のなんだろうコールタールみたいなものがついてたりとかで、そういうのってなかなか。忘れようと思っても離れないんですよね。ここのものを取ってあげたらなんかすっきりしたって忘れられるんだけど、特にその不安とか苦しいをそういう SNS やコメントに載せてその人にバッて向けちゃうから、だからマリさんはそういうのも食らったりもしてて、ああ重いな、なかなか自分じゃ取れないものもあるからって、まあ、二人とも有名人なのでそういういろんな人の思いを、ね、受けちゃうとちょっとこう精神的に苦しかったりとかっていうことになりやすいんですね。確かに、あんまりわーわー言う人がいたらちょっとよけるようなね。そうですね、合気道じゃないけどね、そういう術も見つけた方がいいのかなって、っていうことも大事ですよね。考えないこととか、そうですね、なるべくそのさっきの心よいの幸福システムに自分もこう合わせて、そうですね、感情をあまりできたらいいですね。引っ張られないようにするみたいな、はい、シンプルでいいです。美味しいなとか気持ちいいなとか、だからある意味シンプルだけど今の世の中は難しいハウトゥーがたくさん並んでみんな混乱しちゃってるから、本当にシンプルでいいの。自分が好きなこと、楽しいこと、それが究極の開運法だから、その先にその先ちょっと難しかったと思うんだけど、新システムとか2の世界とかっていうのができたっていうだけだからね。だから楽しいことを探してやる、ちょっとワクワクするような、そうよ、はい、そう、あの令和の虎っていう YouTube チャンネルで、はい、絵本制作の支援として500万円をもらったという、はい、ありがとうございます。その後絵本制作どうなった？今今年の秋頃発売予定で、ちょうどこれオンエアぐらいの時に発売予定なので、すごい、ありがとうございます。なんてタイトルなんですか？まだ仮なんですけど、優しさ探し、優しさ探しっていう感じの絵本になっているので、詳しくは概要欄に載せていただきます。自分で描いて、原案は、私は原案のアニメを描いて、でノンスタイルの石田さんが脚本を描いてくださったんですけど、それをスピンオフで絵本バージョンにして、あの愛の大切さ、優しさの大切さを伝える絵本を作りました。これも精神科病棟に入院中に息子のために作ろうと思って決めてたことで、ようやく形にできました。どんな内容なんですか？あの、なんだろう、私は子供を育ててるようで育てられているんですけれど、それをストーリーにした感じです。猫と女の子のストーリーでお化けが出てきて、あの優しさについて学んでいくっていうストーリーになってます。
なんかスピリチュアルでね、さっきの守護霊さんとなんか近い感じ、確かに近い感変わるみたいですけど、ね、その時に愛のことをもうちょっとたくさん学べたらいいなとは言ってたよ。愛のことをもうちょっとたくさん学べたらいいなって言ってたよ。愛についてもうちょっといろいろ深く、うん、私自身がですか、うん、それを学んで人にも渡したいとも言ってた。あ、両方その通り。でも本当ね、その通りっていうかね、その方がまたいろんな方にね、渡って、はい、そうですね、うん、でもそれもやっぱどん底の経験から起きたことなんで、うん、今こうやってハッピーな形でちょっとだけ出られるのは良かったなと思っています、うんうん、なんかね、悪い経験もいい経験となるんですね。そうですね。ねえ、いい話だな、うん、はい、ぜひお楽しみに URL に載せてもらいます。さあ、そんな話から500万円あったら何がしたいっていう、うん、先生、わかりますか？500万円。そうですね。そう言われると何だろう、うん、なんかお金ありきだとなかなか難しいんですよね。やりたい時にお金が揃っててはできるっていう、なんかそんな感覚だから、500万円あったらやってると難しいですね。特に、うん、なんかなんだろう。玉尾さんは何かあるんですか？私、さっきタイタンのね、太田さんの奥さんの話してたじゃないですか、はい、それで思い出したんだけど、奥さんがなんか吉報院に引っ越すのが好きで、はい、それと爆笑問題さんが売れてった年表が一致するらしいの。へえ、すごいなと思って。だから私も吉報院にいい時期に引っ越したいんだけど、はい、この時期に吉報院に探すとなかったりするんですよね。だから誰か売れない芸人さんとか売れない劇団員の人とかに、はい、実験してもらいたいな。ただの見てるだけ500万使って余裕のある人ですね。なんかそれって本当なのかなと思って。確かに番組の企画でなんか言ってほしいですよね。なんか3人ぐらい一斉に試してもらいたいな、吉報院に行くっていう。めちゃくちゃ面白い。これ番組でやってほしいです。逆にそういうの先生信じます？吉報院にその時期に行くと運気が上がる説、ね、あ、信じます。あ、ね、私も信じ、うん、旧世紀だけでごめんなさい、ね、どうぞそうですね、旧世紀学で見てるんで、うんうん、まあ、ある意味占いってすごく統計学なんでそれに基づいてるから、うん、それなりのやっぱり効果は高いかと思いますよ。こういう仕事もさせていただいているので、うん、実際にそうやって動いたら素直にいくとトントンといく方がいますからね。ちょっと誰かね、お金出して番組の企画になりますよね。なんかあと500万あったら何か使いたいとかあります？使いたいっていうより息子の貯蓄に運用したいですね。私はしっかりしてる。はい、もうそれだけです。ちゃんとお父さんお母さんです ねちゃんとしてるな、はい、こんな仕事したいとかありますか？何も仕事したくないですよ、だったら。まさかの特に仕事したくないですね。じゃあ仕事じゃなくてこれを死ぬまでにこれやっていきたいなとか、なんかもう子供を産みたいっていうのと、もう子供を育てたいっていうのがありますね。ああ、そう、本当にそういう方なんですね。結構動いちゃいません？あ、動いちゃいます。その割には結構仕事も動いちゃいます。そうですよね。はい、お仕事もね、すごい楽しそう、楽しいことは楽しいですね、うん、でもモノマネ大変だったんですもんね。あ、大変でしたけど、でもやっぱり家族が一番ベースにあるんですけど、なんだかんだ自分で動けちゃうから、動いちゃって仕事しちゃう自分もいます。そうですよね、はい、アクティブね、そう、だからしっかり動く自分と、きちんとやらなきゃっていう自分と、魂にある本当はもっと自由がいいのにっていうのがちょっとこう乖離しているというか、だから途中で自分が、あ、何やってんだろうってなる時はあるかもしれないです。ありますね、そこをね、うまく先生やるにはどうしたらいいんですか？決めることです。決めちゃってください。私自由な、なんだか羽の生えた妖精や精霊でもいいんだって決めちゃうことです。